第一ヘアスタイル。ヘアスタイル。明日届きます。今日届いたよ。ポレカしゅんちゃん地引き。地引きだって。やらことを全部ここに置いて。お疲れ。お願いします。いや、もちろんやりましょうよ。そしてああコロナって大変なんだなと思ったよね、あの時は。ね、うん、まあでもそういうありがたいね。そう、企画できたっていうのはすごいありがたかった、うんうん、これからもたくさんああいうなんかだから SOS の、 あのグループでまた別の曲やったりとかも。いや、いいね、それもね、うん、確かに。そういうなんか横のつながりってエビダンなかなかないから。そうね、割とそうなのね。やっていきたいなって思う。確かに、すごい嬉しかったもんな、うん、あれは良かった、本当に、うん、はい、ということでですね、そういう感じでホームメイド中に収録された楽曲についてね、1曲ずつ触れてきたんですけれども。そうそうそう、いや、さっきから何回も第一言わ、第一言わ、そう、ハンサーそうだから、まあ、ほら、ハンサー、ハンサー、センキュ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 ー、I just wanna… Yes! なんだっけ、Say! Thank you so much! はい、ロジャー配信です。さあ、ということでね、コメント受験頑張ってみます。あ、偉いですね、頑張ってください。息抜きとかで見てほしいね。そうですね、うん、いや、これは結構本当に何回も見てほしいライブですね、うんうん、ということでどうします、もう次の企画参りましょうか。はい、ということで新しい発表もありましたが、じんちゃん、じんちゃんってなんか何、じんちゃんって来て、はい、何、じんちゃんって、何、セクシーって何ですかって、じんちゃん、じんちゃんセクシーって何ですか、じんちゃんセクシーって何ですかって、えだからセクシーハロウィンだからセクシーって何ですか、じんちゃんの思うセクシー、あ、第一プリーズ設定なんて、話を変えるな、おい話を変えるな、食べなかったやん、コメントこっちに来てたやろ、ダメだ、第一セクシー第一トゥー、どういうこと、セクシー第一トゥーはどんな人なんだ、第一もセクシーだよ、第一もセクシーだよってこと。ありがとう。あ、もう今日のためにプレミアム入ったよっていう方も